はい、こんにちは、116インズです。トレードデッドラインがいよいよ来週に迫ってきましたが、まだトレード市場の動きはゆっくりな MLB、 トレードの妄想の方がはかどっているような状況で、まあこれがある種トレードデッドラインの醍醐味というか、こういった考えを膨らませるのも楽しい時期です。でシーズン100試合経っても未だに5割の野球を続けている我らがマリナーズも、そろそろ売る場合は誰を手放すか。テオスカー・ヘルナンデスやポール・シーウォルダーあたりは最近トレード関連の記事でよく名前が上がるようになってきていますが、先日カージナルスがローガン・ギルバートに興味があるなんて話もありましたよね。マリナーズの置かれた状況を考えると、ギルバートを今放出する可能性は限りなくゼロに近く、チームも彼の放出を真剣には検討していないとは思いますが、こういった噂話が出てくればやはりどんなトレードになるかをファンとしては考えたくなるもの。ただまあこれはちょっと言い過ぎかもしれませんが、ギルバートの価値を低く見積もりすぎているというか、ノーラン・ゴーマーにリリーフつければいけるでしょうみたいなパッケージも散見されたり、また天下の MLB.com は先日マリナーズが大谷さん獲得のためのパッケージをブレインストーミングしていましたが、大量のトッププロスペクトにさらにギルバートもつけようという B の魂を受け継いだパッケージを考えたりですとか、ギルバートのトレードバリューが舐められてるなと思う部分もありましたので、今回は彼のような若手先発投手のトレード市場における価値はどの程度かを考えていこうかなと思っています。はい、まずはギルバートの現状を見ていきましょう。ギルバートは現在26歳、今季が MLB3 年目の先発投手、今季オフにスーパー2にて年俸調停権を取得する可能性が高いため、現在はほぼ最低年俸ですが、来季から少しずつ年俸がアップしていくと、 FA は最速で2027年オフに取得予定であることから、今季を含めるとあと4年半ギルバートを保有することができます。昨年は32試合に先発し、防御率 3.20、 ベースボールレファレンスサンスのウィンザブリプレイスメントで 3.1、 今季はここまで20試合に先発し、防御率 3.88 と昨年よりも少し失点が目立ち、ウィンザブリプレイスメントも 1.3 となっています。腕の長さを生かした投球フォームでボールをリリースする位置が普通の選手よりもホームプレートに近いことから、平均90マイル中盤の速球はより速く感じるようなボールで、ここにスライダー、さらには今季から本格的に導入したスプリットが特に威力を発揮している変化球ということで、投げているボールも先発3番手以上を担えるレベル、 MLB 昇格後大きな怪我もなく、耐久面も今のところ問題ありません。契約の状況、パフォーマンスからして貴重な若手先発という感じですが、次からは近年比較的保有権が長い状態でトレードされた20代後半の先発投手で、チームはどういった対価を得られたかを確認していきましょう。今のギルバートと完全に状況がマッチしているトレードは近年ないと思っていますが、近いものを挙げていくと、まずは2017年夏のホセ・キンターナのトレード。当時28歳のキンターナがホワイトソックスからカブス移籍となりましたが、この時点で FA まで最大で3年半保有可能な状態にありました。トレード翌年からオプションが全て行使される前提だと、3年総額3035万ドル、トレード前年の2016年にはオールスターにも選出されるなど、毎年ハイレベルな活躍を見せてきたキンターナは、2016年のウィンザブリプレイスメントが 5.3、 2017年はトレードされた時点でウィンザブリプレイスメントが 1.2 と、ややダウンイヤーではあったものの、それでもキンターナの見返りとしてホワイトソックスが得たのは、当時球界トップ10レベルのプロスペクトとされたスター候補エロイ・ヒメネスに、球界トップ100相当のプロスペクトのディラン・シース、これに2人を追加した計4人のパッケージということで、かなりのリターン。まあトレード当時パフォーマンスが少し落ちていたとはいえ、これまでのピッチング、さらには保有できる年数の長さも踏まえて、なかなか豪華なパッケージとなった感じでしょうかね。2つ目は2018年夏のクリス・アーチャーのトレード。当時29歳のアーチャーがレイズからパイレーツ移籍となったトレードですが、先ほどのキンターナと同様にアーチャーもこの時点で FA まで最大3年半保有可能な状態にありました。トレード翌年からオプションも全て行使されれば、3年総額2750万ドル。アーチャーはトレード当時の防御率はさほど目立つものではなかったものの、2015年から3年連続で230奪三振以上を記録した本格派で、FIP 等の指標も非常に優秀。ベースボールレファレンス基準のウィンザブリプレイスメントで見るか、ファングラフス基準のウィンザブリプレイスメントで見るかによっても評価が分かれる選手であるものの、投げているボールは一級品、フロントラインスターターとしての活躍を見込めることから、パイレーツはアーチャー獲得に際してオースティン・メドウスとタイラー・グラスナー、特にグラスナーは度重なる怪我で評価を落としていたものの、2人の元球界トップ10レベルのプロスペクトに加え、2017年ドラフト1巡目指名のシェーン・バズの計3人を放出しました。このトレードはパイレーツにとって悪夢のような結果をもたらすこととなるのですが、3年以上保有できる先発投手の価値の高さもよくわかるトレードともなりました。そして最後は2020年オフに成立したブレイク・スネルのトレード。当時28歳になったばかりのスネルがパドレスへトレードとなっていますが、この時点で FA まで残り3年総額3900万ドル、2018年にサイ・ヤング賞を受賞したことを除けば怪我などもあって今一つパッとしないことも多かったスネルですが、短縮シーズンとなった2020年はワールドシリーズでの好投もあったりと、やはり実力自体はエース級であることも証明したシーズン。スネルの見返りとしてレイズはこの当時球界トップ20クラスのプロスペクトであったルイス・パティーニョ、この時点ですでに伸び悩みの感はありましたが、元トッププ
ロスペクトのフランシスコ・メヒア、さらには当時評価を上げていたブレイク・ハント、2020年ドラフト3巡目指名ながらも素材自体は1巡目レベルともされたコール・ウィルコックスの計4人を手にしています。キンターナ・アーチャーのトレードでもそうですが、やはりこのクラスでこれくらい保有できる選手となると、最低でもトップ10、トップ20クラスの有望株。MLB 昇格が近いタレントが計2人くらい入ってきて、さらにそこにもう1人か2人は入ってくるような感じとなってきますよね。で、これら3つの例と比べて、これまでの3人と比べてギルバートの強みはどこにあるのか。先ほどまでの3人は FA まで3年ないし3年半契約が残っていましたが、今のギルバートは FA まであと4年半、1年以上長く保有できますので、まず何よりもそこが魅力ですし、かつ年俸調停権もまだ取得していませんので、年俸もこれらの選手と比べたらかなり安い。年齢も26歳と若い点もプラスであり、実績面ではまだ3年目で先ほどの3人と比べたら劣りますが、昨年すでに平均以上の先発として稼働した経験があり、おそらくパフォーマンスも今後今くらいか、成長次第ではそれ以上も見込めるとなれば、まあキンターナ、アーチャー、スネル、彼らがトレードされた時くらいの対価のパッケージは現段階でも得られるだけの選手ではあるでしょうし、ましてやマリナーズが積極的に放出しようとしていない状況であることも踏まえますと、マリナーズが断れないレベルのパッケージが必要となるのではないのかなと。となると対価の面でギルバートのトレードはハードルが相当高いんじゃないかなと思います。独自に選手のトレードバリューを算出しているベースボールトレードバリューズによれば、ギルバートの価値というのはまあマリナーズの中でも高く、獲得に興味を示しているカージナルスがギルバートを獲得する場合、相当な対価を支払う必要があると、ベースボールトレードバリューズの価値に基づくと、ギルバート1人でブレンダン・ドノバンとノーラン・ゴーマンの2人、これで比較的近いバリューとなるようですから、さすがにカージナルスとしてもこの2人を一気に手放すとなるとなかなかに厳しそう。じゃあかといってカージナルスのトッププロスペクト、メイスン・ウィンとティンク・ヘンスは球界トップ50レベルのプロスペクトたちですが、そういったプロスペクトを中心にするにしても、その2人でもなおバリューの面ではカージナルス側はさらにパッケージに追加する必要があるため、それってもうカージナルスが許容できるレベルのパッケージでのトレード無理じゃんという気がしていますが、まあ若くて保有権も長い先発投手の市場価値はそれだけ高いことの裏付けでもあるでしょうか。ギルバートくらい保有権が長くある程度稼働している先発投手は、主に対価の面で逆にトレードが難しいなと今回考えながら思いました。まあ何度も言いますが、マリナーズも別にギルバートを今出そうとはおそらく考えていないと思いますし、将来的にチーム状況等の理由からトレードするにしても、最低でももう2年くらいはキープの方向なんじゃないですかね。興味があるとされるカージナルスも、彼らが許容できるレベルのパッケージだと今の段階では到底ギルバート獲得は叶わないと正直思ってしまうんですが、トレードデッドラインまでに本気で狙いに行くのか、ここは少々気になるポイントです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。